おはたこは、あそばね、メリエです。それでは、ちょっとね、間が空いてしまいましたが、モンスターハンターライズ3ブレイク、続きをね、やっていきたいと思います。今回はハンマーでちょっと遊んでみようかなと。うおーって感じだったね、今。お、これ来たんだね、それ。よし、乗るで。噴出口のところまで行っちゃうか。決まったらでかいしな。俺か。よし来た。え、いける？あれ？あれ当たってないの今の。マジで。爆弾、大太爆弾で爆破するか。やばいやばい。ここまずいよね。ちょっと待って。うおい、ちょっと、ここに置いて。爆弾怖い。やばいかよ、これ。やばい、やばい、これ。あ、やば。あ、当たった？当たったんじゃない？まあ、当たったよね。お、当たってる当たってる。ラッキー。あ、結構届くんだね。噴出口。おいやー、怖すぎ。いった。あ、死ぬ、死ぬ。これは、死んでしまう。これマジで死ぬ、マジで死ぬ。あ、か、あ、怖いな。待て、あ、うぅっ怖すぎて、ダイハード。ダイハードだよ、これは。あ、やばい、マジで怖い。あー、ぶ、あ、おい、怖い、ちょ、待って。マジでまずい。ちょっと待って。上行こう、上行こう。あ、やばい、やばい。ここ絶対あかんわ。狭すぎる。おい、いけね、公式できるぞ。ナイスー。でかい、マジで。来た。マカドさん、助けてくれ。敵が弱ってるって思った敵が一番。あ、やばい、爆弾ある。うっ、あ、痛いよー。反対側だったかな。終わったー。お、最大サイズだって大きかったんだ。で、今回は、まあ、どっちからやろうかなーと思ったんだけど、ビオレイヤ、希少種、キンディオからやっていきたいと思います。じゃあ、早速ね、もう、行っちゃいましょうか。ドン。で、ご飯が、最近ちょっと、なんだっけ。短期催眠術が結構ね、いいよっていうのをね、聞いたので、短期催眠術を一応食べてやっていこうかなという感じなんですけど、どこだ？短期催眠術。あった。一応登録しとくか。よし、じゃあ、食べていこう。よっしゃ、行くでい。レッツゴー。早いね。思ってる早かった。よーし、行くか、キンディオ。なんだかんだ久しぶりじゃないか、キンディオ。これあっちで食べればよかったな。まあ、いっか。よし、種食べて。出発。狩猟開始。いやー、ハンマー使えるかな、うまく。行くで。おー、こっち向いてくれ。速攻。やべ。あー、早速ちょっと、ピンチだけど。怖い怖い怖い。うわー、しまった。忘れとったで。ちょっと待って。回復しよう。回復。ちょっと早速ピンチなんですけど。ほい。あれ、全然。よいしょ。そうだよね、頭壊さないとさ、壊すか、なんか、なんとか状態に。お、ナイス、ならないとさ、あ、とりあえずやっとこう。よし、スタン取って。硬いんだよな、頭。相性良くなかったかな。普通に双剣とかで来た方が良かったかもな。よいしょ。まあ、いっか、やってみよう。あー、やば。方向が全然回避できない。破壊をちゃんと、でも破壊を入れるわけがないんだよな。ちょっと回連生頑張んないとさ。よいしょ。
怖いね。2発2回。おー、ナイス。落としてくれた。これはソウリュウか。よっしゃ、ソウリュウやるか。ソウリュウ。ぶつけよう。ふい。よし、1回目。こっちも、ぶつけて。もう一回、段階比。OK。よし、雷ララになってるから結構すぐ、あれじゃない？スタン取れるんじゃない？どんどん、あ。外したで。あ、麻痺、早いね。お、これやるか。お。いや、壊したいけど、さすがに、高い腰痛じゃないし、きついかもな。全然頭にダメージが通んない。いや、そしたらなるんじゃない？あのモードに。まだか。よし。怖いな。いいよいいよ。お、羽に当たった。羽通るね。やべ。うい、あ、あれ？回避が全然できない。2回じゃない？大体。お、1回だった。来た。よし。痛い。噛みつかれた。あ、ま、めっちゃまひるじゃん。すごいな、やっぱ。軽くって。よいしょほい。あれ。てかめ、ずっと糸ついてる。めっちゃいいよ。そろそろ一回回復しとこう、一回。死んじゃいそう。めちゃくちゃ糸が働いてる。怖い。まだなってないよね、あの喉、喉赤赤バージョンに。あー、しまった。うおー、突進か。やだやだ。やばいやばい。回復。うわー、来たー。喉熱々バージョン。いや、やっと入るようになった、でも。ちょっと待って。ちょっと待って。怖い。あ、怖い。やばい。うわ、ぶねえ。どうしよっかな。うわ、引っかかった、足に。てかこれ一応相手、あ、やべ。やっちまった。あれ、アイキー？これつけてないんだっけ？つけてないね。オッケーオッケー。ちょっと、バフかけとく。ちょっと待って、怖いんだけど。ほい！やばい。ほい！あれ。よし。お、いいよ。あ、外れたー。やばい、これ。危な。やばいな。ちょっと待って。怖い、痛い。当たるんかーい。よし。え、人間磨き結構いいよね。ちゃんと避けられれば。あ、やばい、しまった。痛いって、マジで。あ、これやばい。おー、よかった。早く。結構おぉ、ナイス。キラーズ回復するよね、結構ね。どこ行った？頭かな？頭だ。よし。行くて。インパクト。くれたー。よし。あ、さっきから。立ち上げが当たんねえな。お、いいよ。解除した。でももう頭壊れてるから、入るー。怖い、怖いなぁ。ぐるん。ボン。立ち上げ。いや、なかなかこれは、痛いね。あ、待って。危ねえ。ラッキー、ラッキー。うわい、怖い。よいしょー。
まあ、これちょっと2回目が慣れないな。1回噛みつき1回で油断しちゃう。あーい、爆発。結構爆発するね。思ったより爆発する。回復して、かっけえな。マジでかっこいいな今回。金美容と金美容が、あ、これ2回目マジで忘れる。よし、お疲れてるんじゃないですか。かわいい。ちょっとよし、わあ怖い、外れた。結構意外と爆発するからちょっと怖いな、炎。まあ今疲れてるから出ないか。おーし、グルグルドン。まあ怖い、尻尾怖い。今じゃあ、あ、どうしよう、羽も狙った方がいいのかな。これ狙うか。でもスタン取りたいな、もっと。どうしようかな。ああ、ちょっと黙っちゃうね、これは。集中しすぎて怖いなこれ。よし、いいよいいよ。うえ、よし、うわ、ナイス。めっちゃまひるね、やっぱガルクすげえ。1、2、3、4、うおドン。やっぱハンマー楽しいな。2回でしょ。 OKOK、 慣れてきた慣れてきた。怖いよ怖いよ。ちょっと火球が高くない？いった。あ、聞いたわこの状態。いや怖いね。ブレスがね、かなり強化されてるもんね。ウェーイ、踏み込み。踏み込みサマーアサルト。いやー、来たわ。え、なんだ今、スタン取ったよな、一瞬。ソウルになっちゃった。どうしようかな、ここでやっちゃうかも。1、2、3。よし。インパクトくれたー。 OK。 あー、ダメか。人人磨きしたいけど、あー、催眠術切れちゃった。っていうことはもう10分経ったってこと。結構かかってます、かかってますね今。てか、なんで落ちたの今ガルクの攻撃。おない、 OK。なんかやばい状態と、あれを解除する楽しみみたいのがあるから、楽しいんだよな、希少種。ほい、やばい、切れ味が落ちちまう。OK。あー、怖い。グルーン。最後に、ドーン。かっこいいな。よいしょ。やばい。ほい、どうだ。よし、とりあえず切れ味ちょっと回復。怖い。ウェイ、一発殴って。これは普通にこのやつ。よし、やばい、2回だった。いや、あ、これはグレンボン。よいしょ。うわあ、いいよ。いって、やば。やばい。オープンで。調子こいた。回復。あ、聞いたわ。そしてもう弱ってるね。あれ？あった。行けた回復。あ、怖っ。痛い。
よし。よし。うわ、すごい動き。目回りそう。ぶち当てたいぜ。ハンマーでぶち当てたいぜ。オーケー。やばって。怖いでござい、いった。回復。うえい。じゃ、早く飲んどくわ。よし。いや、ちょっとラッシュかけてますね。リオレイヤーさん。ああ、どうしよっかな。あ、これめっちゃ走るよね、確かね。お、変わった。サマーするかになった。今じゃ、全然当たらん。痛い。やばい。ああ、やっちまった、マジで。回復。速攻。うわ。なんか、いけるな。うわい、怖い、ギリギリ。今じゃ、ダメだ。うわ、すごい動き、マジで。どういう動き？おい。使っちゃおう。あ、やばいか、これ、調子乗った。完全に調子乗った。怖い、怖い。怖いよ、怖いよ。回復しよう、回復。まだまだ怖い、怖い、怖い。うわ、当たんないし。うわ、やばい、完全になんかあっちのターン。うわ、最悪、マジで。あっちのターン長くね。いやー、ちょっとね、めっちゃ動いてるな、今。待て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 。あ、来たわ、これ。かっこよいやつ。さっき今あのブレスがおーっと一発だったんかい。普通に攻撃日和すぎたわ最後。ああ、なんか静かな戦いだったな、思ったより。いや、ガルクの麻痺すごいね、マジで。何回麻痺ったってぐらい麻痺ってた。いや、ハンマーね、もうちょっとうまく使いたいけどね。でもやっぱ楽しいよね、ハンマー。よし、金リオレイヤー。いや、なんか、怪異等級クエストっていうやつ、レベルがどんどん上がっていくクエストがあるんだけど、そのクエストの方になんか、出てくる、金リオレイヤー、このリオレイヤー希少種とか、なんか、ここで戦う、普通のクエストで戦うリオレイヤー希少種よりめちゃくちゃ攻撃的で大技たくさんしてくるから、あっちの方が強いんだけど。いや、でもやっぱね、強いわ、普通に。攻撃力高いよな。いや、マジでなんか普通に強化個体というか、そういうのが出てきたら、めちゃくちゃ強そう。さっきなんか、リオレイヤーの1回目のなんかリオ、お、天輪じゃん、やった。リオレイヤーをなんか、あの爆発、めっちゃ爆発する、すごいブレスみたいなやつやった時に、ちょっと、一瞬画面が止まったんだけど、これ大丈夫かな。これまたなんか、威力が高すぎて、録画のやつが、ぶっ壊れた可能性がある。怖すぎる。よし、合成チェック。あ、いつも福引きやってんな、この店。ありがてえ。あ、もう全然ダメだね。全然ダメだ。いや、マジ欲しいんだけど、神尾マ。ちょっと、本当に出ないかな。あ、ちょっと、ジルレンタンあるからやってみるか。あー、もうぶっこんじゃおう、ここら辺も。よし、2回分あるから、人連弾が。ちょっと2回分、入れてだおう。入れて。あれ？カムラポイントがないだと。マジで。うわ、ポイントない。じゃあ1回分だけ、見ていこう。ドドン！あー、微妙っていうかダメ。これはちょっと、微妙だな。次、ドゥドゥン。いやー、これもちょっと微妙かな。もっとなんかいい脳当術のやつ確か持ってたから、出ねえな、やっぱ神尾は。
よし、ということで、金利お礼やってきましたが、こうね、回連生がね、結構楽しいんだけど、まだね、ちゃんと回連生できてないので。いや、マジで、このスロットとかも増えるから、装飾品が付けられる。ほんと大事だよね。マジでやりたい。がっつりやんないとなって感じ。で、まあね、今回はこんな感じになるんですけど、まあ次回はね、もう早いうちに、銀ディオレイヤーに行って、で、ナルガクルガ希少種か。さっき、もうやって、うん、行きたいなと。で、そうだなぁ。っていうか、普通に、あれじゃない？サンブレイクのモンスター、まだ全部全然やってないもんね、実況で。まあ、そこら辺もやったりとか、あと怪クエスト、怪盗級もね、やりたいので、そこら辺もちょっとやっていこうかなという感じでやっていきたいと思います。まあ、装備とかもね、どんどんいろんなのを試してやっていきたいと思うので。まあ、ハンマーはね、ハンマーでも、どういう立ち回りでやるかとか、まあ、どのスキルを盛るかとかでも全然変わ、装備とかもね、変わってくるから、ちょっとね、いろいろまた試していきたいなと思いますので、また、見てくれたら嬉しいです。ということで、また会えたら嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。毎回エンディングがグダグダっていう。いや、マジでディオレイヤーのブレスが強烈すぎて、録画機能がちょっとバグった可能性ある、これ。